Hello, what's up, guys? ハゲだ。ということで、今回の動画は深夜にシークレットアップデートがあったので、今回はそれについて話していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。Let's go! はい、ということで、今回のシークレットアップデートの、一番の大きなポイントっていうのかな。大きなポイントは、こっちの方に行くと、しか、この家、いや、こっちだな。こっちの家に、なんとですよ、ちょっと前に、巨大 UFO の中に入れるようになった時に、あん中に、確か、レジ君が動画上げてたんですけど、ヘンチマン、シーズン4だっけ ?5 だっけなんかね、ヘンチマンが一時期マップ上移動してた時があったんですけど、あの二人のヘンチマンが、巨大 UFO の中にいたんですよ。なんですけど、今回のシークレットアップデート、なんとフォートナイトのマップ上に、あのヘンチマンたちが戻ってきました。それが確かこの家かなにいるはずなんだよね、そのヘンチマンたちが。二人います。ここかな?この家だと思います。ちょっと見てみましょう。ジョンパ。お、ほらいるんよ、ほらね、この二人のヘンチマンがなんとここにいるんですよ。懐かしいな、マジで。はい、ちょっと今ね、サムネを撮りに、もう一回バトルラボのね、ここ来たんですけど、なんかね、この二人のヘンチマン、ちょっと、エモーテで会話してると思うんですよね。だから、それをちょっと観察していきたいと思います。2階に上がっていきます。ここからだよね、会話は。前もあったのかな?僕あんまり詳しくないんですけどね。これヘンチマン同士で、ほら、ここにゴーストとシャドウの二人のヘンチマンがいるんだけど、ここで会話するんだよね。見ててね、みんな。はい、まずポップコーン食べてます。ポップコーン食べてるでしょ?で、次にこっちのヘンチマンが、ほら、ううってやるの。あらら?みたいな。で、ちょ、待ってくれよ。で、うおーってやって、で、これ、あれね、サイエンティスト、ブーみたいな感じのサインを上げて、そしたら、笑い始めんの。こっちのヘンチマンが。これ会話だよね。なんか会話してるよね。コミュニケーション取ってる。で、次に、このゴーストのがハート。で、グッド。かわいくないこれ。で、一回また別れて、ゴーストが毎回座って、ここに。で、またシャドウは降りてきて、っていうね、このなんか謎のね、妹の会話みたいのをしてるんだよね。っていう感じでね、今回はちょっとサムネ撮りに来たら、このなんか、二人が会話してそうな、重要なシーンを見つけたので、ちょっと今、無理やり動画を止めてね、これを皆さんに見せてるんですけど、はい、これ毎回同じだね、ここは。っていう感じで以上、サムネ作りのリアンでした。それでは本編へどうぞ!ちょっと、UFO 撮ってきますか、これ。ヘンチマンさらったらどうなるんだろう。はい。で、あと、そう、巨大 UFO といえばね、このね、今、巨大 UFO マップ上に影みたいのがあるじゃん。これって、巨大 UFO の影なんですけど、これ実は移動してて、以前は左下にあったと思うんですけど、今ね、右側に来てて、このままね、多分どんどんなんか移動するらしいんですけど、この巨大 UFO が、日が経つにつれて。で、最終的には、このマップ上にね、なんか一番上に来るらしいんだよね。フォートナイトのマップ上の。で、それが多分その時にワンタイムイベントかなんかしらあると思うんですけど、そんな感じで今、巨大 UFO が動いてるらしいです。あとは、あれだね、なんか、マップ上にあった IO の、IO ガードたちか、がね、ちょっと移動してるらしくて、確か、ビリーバーズビーチのここら辺に IO ガードが移動したのと、あとね、マップの真ん中にも新しく IO ガードが来てるはずです。はい、この UFO をゲットして、あれだね、ちょっとヘンチマン移動させたいね。なんか話によると、ヘンチマン一人を、なんか誘拐したら、もう一人のヘンチマンがついてくるみたいな。話を聞いたんですけど、どうなんでしょう。どうなるんだろう、マジで。はい、これで、このヘンチマンを、誘拐します。あ、やばい、撃たないで、やめて、撃たないで、やめて。行くよ、ヘンチマン。このままどんどん移動していくよ。行くよ、やばい、落ち着いて。あー、ヘンチマン死んでない。オッケー。行くよ。アンチの方に行くよ。やめて、撃たないで。あー、グライダー再展開できるん?すげえ。俺も何これ。え?なんか、俺なんでグライダー再展開できたの?あ、そういうことか。この着地したところだ。
ちょうどこの下だからだ。びっくりした。巨大ウフの上に連れてったろうかな。巨大ウフの上に連れてくるんこれ。あーやばい。どこ行くの、どこ行くの、どこ行ってんのあれ。あ、ちゃんと戻るんだ。ちゃんと戻ろうとしてる。マジか。そっち勘違いだよ。そういうことね。無理そうだね、これ。バイバーイ。ここだね。あ、ここもね、倒されちゃ、あ、でもほら、こんな感じでね、前はここに、ヘンチマンたちがいなかった、あ、ヘンチマンじゃない、アイオガードたちがいなかったと思うんですけど、ここら辺にね、アイオガードが移動してきました。多分この人たちは、あれらしいんだよね。あの、ここのステルシーから来てるらしいんですけど。倒したか。そう。これも今回のシークレットアップデートで変わったところです。それ以外はね、今ちょうどね、エピックが2週間の夏休みに入ってるんで、多分アップデートがないんですよね、2週間。これから。多分一昨日ぐらいからかな。そう、だから、今回のアップデート内容は本当に少ないって感じなんだよね。お、なんかタクシーいるぞ。待て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 、タイヤ壊せ。オッケーオッケーオッケー。かわいい。かわいい。かわいいな。オッケー、ジジーす。はい、94。はあ、ジジーす。はい、っていう感じで今回、まあ、深夜にね、シークレットアップではちょっとしたやつなんですけどあったので、ちょっと今回動画を撮ってみました。ヘンチマンが生きててよかったと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。